自慢していいですか？最近僕が、僕自身を褒めたくなった話っていうのがあって、はい、すいません、ありがとうございます。どうぞ、ありがとうございます。先々月のニコニコの、公式雑談配信者放送って見た人います？先々月で、誰がいたっけ？のりちゃんいたっけ？誰かが野田総理かな？なんか、世界で一番辛い粉ですっていうのを持ってきたんですよ、突然。で、あれを僕食べたんですよ。で、あの時僕自分をまた好きになったんですよ。おかしな話をするね。ごめんね。最後まで聞いてもらっていい？ここだけ切り取ると本当に僕おかしな人みたいになるから、ここから説明するよ。まず、どれぐらい辛いかやばいものっていうのを誰かが持ってきました。ほんで、その時に僕匂いだけ嗅いで、これならいけるっていう判断をしたのよ。で、辛いものの匂いを嗅ぐと、大体どれくらいのやばさの辛さかっていうのが僕わかるんですよ。で、それって僕割といろいろ辛いものっていうのを食べてきた結果、本当に辛いやつの匂いといける辛い匂いっていうのがある程度わかるんですよ。で、ここまでの匂いだったら多分これぐらい食っても大丈夫だなっていうのを、自分の感覚を信じたんですよ。で、あと自分の感覚を信じたのと、まあ、放送があるから、その放送が放送事故にならないかどうかっていうところで一応あるんですけど、この匂いでこの量だったらいけるなっていうのを、感覚値で信じて食べたんですよ。で、そこの自分の感覚を信じるっていうので、結果 OK だったんですよ。なので、あ、俺すげえっていう。すいません。普通に一滴とかでめっちゃ辛いです。そうです。普通に一滴で俺喉が痛すぎて夜中寝れなせるんですよ。じゃあ本当にダメですよ。マジでダメだから、これはマジでダメなやつ。これ世界一辛いやつより辛い。世界一辛いやつを最近上回ったやつ。そんな辛いんだ。そんなに？これはまあ、いや本当に冗談抜きで、さっきここの社長が舐めて今再起不能になった。じゃあみどりさんに。いや俺本当にヒロちゃん辛いの好きだから。みどりさん。いや いや、結構辛いよ。いや、結構じゃないでしょ、これ。で、その3分後に。なんで大丈夫なの？いや、本当に。これ、見とめちゃった。今はいいやけど、中身すり替えられたのかもしれない。1分後、2分後に。これ、多分、中身すり替えられてますよね。本当に？なんで、何の反応もすげえじゃん、これ。いや、まだ今でしょ。いや、すごい来るのかなと思ったけど、今のところは予想の範囲内。そう、3分後に。3分後に。なんともないの？みどりさん。みどりさん。ビンゴと言っちゃえ、ビンゴと。今のとこゲロ吐け、ゲロ。生のゲロ見せろ、ゲロ。ゲロ見せろ、ゲロ。え、本当にやだ。うわ、めっちゃ汗かいてるよ。結構辛い。きついけどさ、騒いでも辛さが取れるわけじゃないじゃん。また皮肉めいたこと言いますね。いいじゃん、辛いで。なんでそこで一人つけ出すんですか。別にいいですよ。いや、辛いよ。いや、痩せ顔で辛いんだよ。辛いよ。言えばいいのに。なんでそこでさ、いやでも騒いは芸人じゃねえから。知らねえよ。いや、聞かなくね。ひろゆきさんがわっ騒いでるとこ見たいのに、売りは別にいい。いや、騒いで辛くなくなるんだろ。超騒ぐよ。いいじゃないですか、別にその場の勢いで盛り上がったんで。ベロ痛くないですか、これ。いや、痛いし辛いよ。痛いよ。よく我慢できる。よく我慢できるな。でもほら、辛い時ってさ、何してもしょうがないじゃん。確かに。正論ですよ。じゃあ、ひろゆきさんは交通事故とかで腕折れたとしても痛いって言わないんですか？すげえ騒ぐ。痛みはないですよ、痛いって。それだからまず騒いで承認をつけるのと、あとその怪我がどれくらい伸びるかで賠償金が変わるじゃん。自分で事故ったことはどうなんですか？自傷だったら別に何も言わない。同じだと思う。なんだろうな。自分と感覚っていうのを信じられるかどうかって結構大事だと思うんですよ。っていうところに、かけられる自分が好きっていう話でした。はい。はい、すいません。でもね、1時間ぐらいで辛いの収まったよ。知らんから、そうだよね。すいません。ほら、なんだろうな。どうなるかわからない結果っていうのに対して、腫れるかどうかっていう時に、その、
腫れるかどうかを自分の肉体的な感覚に任せるっていう、そのギャンブルができるかどうかぐらい自分の感覚を信用してるかという話なんですよ。これ理解してもらうの難しいのかな。匂いによってはこれはまずいとかこれは大丈夫って、僕が長年辛いものを食べてきた結果のその積み重ねた経験なんですよ。でそれと自分の辛いものの耐久性がどれぐらいいけるかっていうところの、その自分のその能力値を信じていけるかどうかっていう、そのギャンブルを瞬時にやれるかどうかっていう判断力を褒めたの。そんな自分を褒めたいの。わかんない。ごめんね。はい、すいません。この話長くなる。すいません。ここで終わります。はい。